はい、ワードツー、2018年4月の4日、12時56分です。よろしくお願いします。家の Wi-Fi 止まったよ。家の Wi-Fi が止まりました。いや、マジか。はい、お疲れ。チャック開いてた？ありがとう。チャック開いてた？ほんとだ。教えてくれてありがとう。やばいよ、Wi-Fi 止まったよ。支払いに行かないと。いやー、きついよな、ほんとに。きついよ。つなげに行かないと。はい、アミーはどつ？アミーいらっしゃい。プロバイダーの方かな。あ、ありがとうございます。生活保護完全マニュアル見てくれたの、ありがとう。お疲れっす。あ、生活保護？うん。あれ、いい番組でしょ、結構。はいはい、ともちゃんいらっしゃい。ダメだな、やっぱ Wi-Fi 止まってるな。ダメだ。はい、ワードツー。契約更新つか料金支払いに行かないと。はあ、昼泊まるんだね、最近はね。まいったよ。のんちゃんまだ眠い？どこ行ってます？料金支払いに行かないと。いやー、 Wi-Fi、 外用の Wi-Fi でなんとか放送できてます。嘘、保護違反してた。早めにケースワーカーさんに相談しな。何の保護違反してたんだろう。
ダメよ、最悪捕まっちゃうよ。彼女車運転してた。あー、Wi-Fi 一応ね、あれがある。この前契約30日間、やってたやつか。ありがとうございます。めちゃめちゃ助かります。ありがとう。花火ありがとうございます。助かります。ありがとうね、リスナーさん、匿名さん。ありがとう。いや、助けになりますよ。ありがたいっす。助かります。あれ、あ、ごめん、無音になってた。すまんすまん、気づかなかったわ。 Wi-Fi の料金払ってなかった。今から払い行かないと。未納です、未納。
温泉行きてえな。まあダメだよね。ああ、ありがとう、花火ありがとう、匿名さんありがとうございます。ダメでしょ、うん、ありがとうございます、頂戴します。誰がどう見たらダメでしょ。あ、もったいね。株だだ下がりだよ。配信者も悪いところだな。もったいねえな。そういうとこだよな。ダメです。はい、一時の笑いを優先しちゃったね。残念です。いや、俺はちょっとショックだよ。欲しかった場所とかないよ、うん、指定はしてないから、こっち側でも。まあまあまあ、もったいないなって感じだな俺は。まあいいんじゃない、うん、まあいいんじゃない。俺から言うことは何もないっすよ。知らねえ。はい、ワード2。いや、しないしない、自己責任だよ、大人なんだから。全部自己責任でしょ。積み重ねていくのかね、積み重ねないのかも含めて自己責任ですよ。アドバイスとかないっすね。
配信者としてはね、ライバルだからね。いいんじゃない？もったいねえなぁと思うけどな、俺は。今何しようとしたんだっけ。アドバイザーじゃなかった、運営だよ。アドバイザースタッフってあれだよ、あの配信者にアドバイスをするんじゃなくて運営側にアドバイスをってことだよ。匿名でアイテム投げても俺だけわかる、周りはわかんない、絶対俺だけわかる。俺はありがたいけど ね、俺は絶対口外しない、信用なくなるから。俺は絶対喋りませんよ、匿名投げた人。どうすっかな、あと T シャツが何枚買っておくか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 のうち3発送か。ちょっとのんちゃんコンビニ行く、一緒に。起きた？コンビ行ってくるよ、じゃあ。そうなんだよね、アモちゃんのやつが段ボールだから、アモちゃんのやつ先に送るか。何これ、段ボールを買えばいいの？俺段ボールの発送って人生で一回もやったことないんだけど。ん？何がズルなの？いやー、がっかりだよ俺は正直。便所さんには、いや買ってたよ、だけど、あーそういうことねっていう。何がズルなの？買っておいて急にって何？何が不満なの俺の。何もずるくないでしょ。プロコバーランキング公開になってるよね。うん、アイテムありがとう。公開しない方がいいの？なんか堂々とやろうよ。なんか俺なんつうんだろう、いいんじゃない、俺のことを養ってくれてるリスナーさんがこれだけいるってこと。嫌だったらランキングあれ公開しないよ。どうする、俺のこと食わせてる人ランキングだけど。嫌だ公開。投げてる人は嫌だ。え、段ボールを買えばいいの？どうすればいいの？段ボールってどこで売ってんだろう？郵送の段ボール気にしないでしょ別に。俺のリスナーさん俺にしか投げない人ばっかりだもん。レターパックなのかな？不正解とか正解とかじゃなくて、普通にやっちゃダメなことはダメでしょ。正解とか不正解じゃなくて、やっちゃダメなことはダメだと思うよ。コンビニで段ボール売ってる？え、それに切手を貼るのかな？どうやってやるんだろう。なんかでっかい荷物送んないといけなくて、今日どうすればいいんだろう。まあいいや、とりあえずあれか、あのネットつなげよう。コンビニで送付状書いて送る。郵便局でもある？コンビニでもあんの段ボールって？コンビニでも売ってんの？
何ダンカンの指令はありなのって。日本語がよくわかんない。ダンカンの指令はありってどういうこと。郵便局ダンボールはコンビニに箱を売ってない。じゃあ郵便局行こうか。ダンボール郵便局行こう。先にまず郵便局。コンビニはダンボール売ってないんだ。サイズ測った方がいいか。サイズ測るはまずどのサイズのダンボール買えばいいか。送付伝票。あ、っていうかさ、荷物を持って行ってそこで、いやいや送料もらってるから、送料もらってるから荷物持って行ってそこで箱詰めすればいいのか。はい、こんにちは。じゃあ送っちゃおう。いやいやいや、 DM 送ってるよ、運営さんから。ピンポン鳴らせっていう風にはしてないよ。あれ、あもちゃん T シャツのサイズいくつだったかな。あもちゃん、あもちゃんの T シャツのサイズは、あ、そっか、携帯電話か。ね、大きさ的にはね、これが欲しいんだって。鮫島さんに買ったやつなんだけど、あのサメの歯、これ袋で送れるかな。これでもさ、これプチプチとかないと壊れちゃうよね多分。サメの歯 T シャツはレターパックで送ってる。これどうすりゃいいんだろう。梱包100均かな。この段ボールは、え、ああ、アマゾンの段ボールでいいのか。あ、いいじゃん、今日送られてきた。ねえねえ、あもちゃん、あの段ボールでもいい？ちょうどアマゾンから送られてきたやつがあるんだけど、これ今日届いたやつ。これでもいい？あ、いい？悪い。だ、これに入れるわ、梱包するわ。ちょうどクッションもあるし、で、あ、ちょうど入る、ちょうどぴったり。これに送ろう。ありがとう、のんちゃん、ナイス判断。え、で、これで送付状っていうのをつけるの？なんだ。ナイス、のんちゃん、いい仕事するね。じゃあ梱包するか。よかったよかった。新品のアマゾンの箱があった。これを入れて、 T シャツはサイズ何だったっけ。そうだね、うん、まあだから配信者がテレビの人が使いたがらないのがよく分かってきたよ、だん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 分かってきた。コンビニの方が安い、了解。だんだん分かってきた。 L か、了解。 L ね、先に T シャツ詰めちゃおう。あの、シワ付きだからご了承ください。臭いと思うんで洗ってください。新品なんだけど俺の部屋の匂いが。アマちゃんごめんね、そういう仕様だから。そういう仕様、新品なんだけど、あの和道のフレーバーがついてるから、和道フレーバーが。和道クオリティだから、これが。はい、じゃあアモちゃんのこれね、 L サイズね、 L サイズ。
これでっかいよ、これサメの羽。でこれをで、これコンビニで受け取ってくれるの？コンビニで何受け取ってくれるのこれ？宅急便の伝票をもらってた。コンビニで？コンビニで送付状書いて頼めばいい。オッケー。コンビニで送り状ある。ありがとう。今便所さん配信者として俺は面白いと思ってるよ。あ、そうだ、写真か。どれがいい？写真どれがいい？あもちゃん選んで。写真はこれが一番、これが一番ね。これ、これ一位。これが二、これが二、これが二ね。で、これが三、これが三。これが4、これが4、どれがいい？ 1,2,3,4 どれがいい？2番、3番がいい。3番はこれ人気なんだよね。これで、ね、アモちゃんこれ送ればいい。3番ツイッターのトップに貼ってあるやつね。これでいく？じゃあこれ送るね。2番目かっこよかった。 OK。 いやとんでもない、こちらこそありがとう。ガムテープが、ガムテープ、もんちゃんガムテープあるかな。T シャツ入れたよな。はい、ありがとう、サンキュー。
いいよいいよいいよ、送料こっち側で払うよ。そこまで気使わなくていいや。もうアモちゃん、なんでサメの歯欲しかったの前から。お疲れ、ヤナラッキー。そう、サメの歯昔から欲しかったんだって。これを送付すればいいのね。これね、オッケー。どうしようかな。送付。送付。まあいいか、持ってくか。行きましょう。なのんちゃん、送付するわ。はい。行ってきます。送付。え？いや、それは携帯の中にしか入ってないんだよね。どうしたらいいかな。どうしよう。一回止めるしかないか、配信を。どうしよう、まあいいや、とりあえず行って考えるわ。はい、わざつ。あ、そっか、歯科衛生士なのか。そっかそっか、なるほどね。初つながり。なんかサメの歯は縁起物らしいよ。サメの歯は縁起物、なんか意味があるんだって。今度は支払いか。永久に生え変わるから、あ、ここで書くのはまずいよ。暑いね今日ね。これかな、 NTT ファイナンス、これだ。ご利用停止日4月、今日4日だよね、今日4日だよね。これだ。これだな。暑いね。4日か。ワンルーム、ワンルーム、俺の家は。玄関開けたら2秒で部屋だよ。玄関開けたら部屋だよ。何度も入る、変わるから。店で一番でっかいやつだったのね。すごい迫力あるよ。俺の顔よりでかいもん。あ、そっか、イヤヨで書こうか。そうしよう。イヤヨだったら大丈夫だね。そうしよう。さすが、イヤヨの正しい使い方知ってるね。そっかそっか、それがあったか。え、宅急便受け取ってくれんの、荷物を。コンビニで宅急便荷物受け取ってくれんの。いや、嫌がらせは普通に警察
警察に。でもね、別に今必要なもんないよ。なんかね、特に大丈夫だよ。困ったら困ったで何か送ってって言うから。ありがとうね、深見。いいよいいよ。その分なんかアイテムでチップ欲しいかな。全然赤字続きだから。今月も4日連続赤字だから。グッズ買って、ステッカーとかグッズ買ってくれるか、まあ普通に投げ銭してくれるのが一番ありがて。このままだと生活ものままならないよ。俺弱いっすよ。暑いな。暑いね。そうっすそうっす、西新宿っす。まだマシだわ。うんこはいらないかな。普通に警察から嫌がらせのもの送られてきたこと一回もないよ。配信5年やってるけど。リアルに捕まるからね、送ってきたリスナーさんの方が。法律だいぶ改正されたから、やるなら今しかねえって。何、何それ。みんなよくしてくれるよ、うちのリスナーさんは。はいはい、どうぞどうぞ、ごゆっくり。ごめんなさい。あと電話番号。すいません、まずこれの支払いと、あとこれ送りたいんでよろしくお願いします。ここで払います。はい、先にそれ支払いで大丈夫ですか。お支払いは現金またはナナコのみとなります。受領証とレシートをお受け取りください。あ、いや、ありますね。ちょっと待ってください。60円ですね。1500円で、はい。はい。で、荷物。はい。
ここで払います。ん、元払い。あ、はい、これを書いて貼ればいいんですか。うん、これを、あ、書いてないです。あ、書いていいですか。じゃあそこで、向こうでもいい。はい、じゃあ向こう借ります。あ、そっか、はい、もう2日連続当ててるよ。いらっしゃいませ。
さっきのこれ、はい、あのさっきの荷物ですね。ボールペンありがとうございます。はい、くじ2枚、あ、なんか当たった。あ、はい、これ買いますよ、ね、はい、こちら、500円の配信です。はい、はい、あとレターパックの軽いやつを、はい、10枚ください。はい、了解です、わかりました。じゃあ大丈夫ですよ。申し訳ございません。はい、じゃあ応募券は応募券大丈夫です、捨てちゃってください。はい、ありがとうございました。あ、そうです。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。送料結構すんだな。1600円もすんの。さすがに想定外だった。日本最大のマンションだよ。60階建て。これマンション。すっごい高いでしょ。風強い強い。台風台風。多分日本一でかいやつだよこれ。
ブン行きつけだね。超でかいほら。天空だよ天空。これさ、地震来たら絶対ポキって折れるよね。思わない？真ん中らへんポキって折れるよね。絶対折れると思う。どうなんだろうね。俺もう震災ね、震度6強受けてるから6弱かな。震度6レベルが耐えられると思わないね。大丈夫なのかね。ポキって折れるよ、ポキって。半端じゃなく揺れるから。余計揺れるからね。よくこんなの立てるよね。遠くから見てもまだ見えるんだよ。すごいよねこれ。キャッスルだよ。あそこの一番最上階に住んでる人、テレビでやってたけど、一番下でね、酒屋さんやってたおじいちゃん、3億円すんだよあれ、最上階。あそこの1階に住んでた酒屋さんが一番上住んでる、おじいちゃん。多分俺の予想ね、エレベーターで30分かかると思うんだよ、上まで行くのに。不便だよ。どう計算しても30分以上かかるんだよ。だから忘れ物取り行くのも30分だから、往復1時間かかる。はい、わたつ。いや、すごいよね。考えられないよね。タワーマンション打つ、タワーマンション打つっていうのがあるらしいよ、気圧の関係で。今日はロックマンだ。ネットつながったかな。まだ見えるもんね。すごいよ。無駄にでかいよね。タイマーノンちゃん、ちゃんとできたよ。いい子だから俺。ジュースまた当たった。ネットつながったかな。どうだろう、まだかな。お、つながったっぽい。つながったかな。下がってないか、これダメか。コーヒーが手に入った。コーヒーがよかった。 100% じゃん。3連発当たってるね。昨日紅茶2本、メロンソーダ、コーヒー。これセブンイレブンのくじで9割方当てる自信ある。コツがあるんだよ、裏技が。実は知ってるんだよ俺。セブンイレブンのアルバイターから教わった必殺技がある。超簡単だから。ダメだ、 Wi-Fi 繋がってねえな。知りたい。みんながみんな誰でもセブンで当たる方法。
クジューンイーツがセブンとかコンビニ系はねもう9割方当たる。一番すごいのはねビール6本当たったことあるよ1ケース。もう裏技攻略法もう自分で持ってるから一番そこから取ればいいの。要はね多分ねマニュアル通りにやったら振ってないの。要はね一番そこに当たりがね埋もれてるんですよただ単に一番そこから一番そこの底の下から拾い上げるの。違う単純にそこから拾うと絶対当たるの。マジで9割方だからのりこ知ってるよね、うん、どっこでも当たるよね俺、うん、ただ一番下から一番下のページから拾い上げるの単純でしょ。これもう間違いないから関東圏内で俺この法則してから多分ね振らないといけない。振ってるところは多分そこから取ってもダメよ。一番下から引いたらマジ当たる当たるすごいよ。めんどくさいじゃん自分の利害関係ないから忙しいからみんなボンって置いちゃうんだよ。だから俺はもう当たるもん前提で言ってるもんね。あ、髪の硬さなんだ。ダメだ Wi-Fi 繋がってんのネット繋がってねえや。のんちゃんコーヒー飲まないもんね、うん、俺のだねこれジョージアクラフトマン。最寄りのセブンシャッフルしてるんだ。じゃあマニュアル通りにやってんだよ。引き寄せの法則使ってんのかなちょっと面白いな今日ご飯どうする。どうしよう。のんめしが食べたいよ。ちょっと俺マジでね今月やばいからマジで自炊しよう、うん、マジでねこんなねエンゲル係数こんだけ高まっちゃうとねもうダメだよ破産する。でも引き寄せの法則の枠やりたいんだよね。ちょっとあの絶対ね目から鱗だと思うんだよね引き寄せの法則について語るっていう。あのなんかそのなんていうのかな他人とのその運の使い方とかも解説しててすごい上手くて思いの強さかけるなんだっけな行動いやすごい面白いよ。思いの強さかける行動イコール成果みたいな成果とは何なのかっていう。だからね成功の定義とかも面白かった。成功はお金じゃ成功しないっていうおかあのその成功の要因の一つだっていう解説とかも面白くて。はいこんにちは。のんちゃんコーヒー系飲まないね。ま全く飲まない。ダメだやっぱネットつながんねえわ。30分ぐらいかな。花おお花火3発もありがとうありがとうございます。綿飴ありがとう。うんそうそうあ俺のは小さいやつのそこのおい中くらいのやつかなあれサメのああやって飾ってる俺のは。アモちゃんのはもう特大だからあんなサイズじゃないよ。もう玄関に飾ってもいいぐらいだよ。和子さんの動画まだね手つけてない。え匿名じゃなかったの？え匿名になってないけど
ごめんね、匿名で投げたのにごめん。なんだろう、匿名にならない、なんでだ、申し訳ね。あ、ネットつながった、ネット復活しました。引き寄せの法則特集今度やろうか。思考は現実化する、引き寄せの法則。なんかパトラッシュさんと放送かぶりそうだけど、今からやる？ネットつながったから。引き寄せの法則枠、どうせ暇だし、やる？じゃあせっかくね、ネットつながった記念でやりましょう。ネットつながった記念かどうか分かんないけど、でもね、リスナーさんね、女性陣が 3,4 人買ってくれてるんだよね、もう本まあ俺の本じゃないから買ってくれてるもクソもないけど。じゃあ今からあのパソコン